どうしよう、どうしよう、マジで予定がない。エンポリでも散策しますか。高級デパート店です。数万年前はね、ここが遊び場だったんですよ。でも今だいぶ変わってしまった。私の知ってるそうだ、エンポリじゃない。買えました。え、そんな使ったのって、怖いんだけど、やばい、記憶がない。おはようございます。準備完了です。もうお昼です。ちょっと洗濯とかいろいろやってたら、はい、こんな時間になりました。まんべんのんびりお土産を買ったりして過ごしたいと思います。じゃあ今からスクンビットの方に行きます。映ってる、イエーイ。獲得してきました。めっちゃ速い、やっぱりバイク最高。でもね、なんか反対車線をめっちゃズンズン行かれて、クロキャーってなったので、はい、やっぱ気をつけたいところですね。はい。あと、なんか最後に江戸から来たのって言われて、1分日本だよって言ったら、え、なんか疲れたかと思ったよ、あははとか言われて、いや違います、日本人です、すいませんって感じで、はい、バイバーイ。やっぱね、タイの人は優しくていいですね。はい、こんな感じで私は今プロンポン駅にやってきました。エムクオティエです。見えなかった。こっちがエムクオティエで、反対側がエンポリアムになってます。そう、私はそう、現金ない女、おととい1000バーツ落としたじゃないですか。皆さん聞いてください、私は1000バーツ落としたい。どっち貧乏。財布見たらあと100バーツしか残ってなくて、え、いつそんな使ったのって、怖いんだけど、やばい、記憶がない。え、なんか間違えられた。え、間違えられた。なんか私そんな1000バーツもこの、ね、トゥワイスの期間中使った覚えがなくて、え、使った、怖いんだけど、はい、ちょっと後でお金の計算、まあいいか、ないものはもう、はい。まずは両替をしたいと思います。私は無事に現金を手に入れたので、今から両替をしに行きたいと思います。で、おすすめの両替所はプロンポン駅にあるKFエクスチェンジとかいうところです。そう、なんか多分スクンビットのこのプロンポンとかトンローとかアソクとかだと一番レートがいいかもしれないです。え、本当にここ十何年前ぐらいからずっと、使い続けてる両替所で、はい、とてもおすすめかと思われます。あ、着きました。1万円はいくらでしょうか。0.241、 2410バーツです。まあそうだよね。ふんたー、あ、ハロイ、ハロイ、開けた、あ、ふんたー、はい、崩してもらいました。ふんたー、はい、2410バーツでした。引く、まあまあ無事にお金をね手に入れたので、今日はマッサージとか買い物とかをしたいと思います。ちょっとその前にマジで暑いから、一旦エンポリに避難します。暑い、マジで。でも雨降りそうなんだよな、これ。なんかわかる、この雰囲気、涼しい、やばい、天国です。天国のデパートにやってきました。マジで懐かしい、エンポリ、エンポリ散策しようかな、なんか時間あるし。そう、今日今12時15分なんですけど、夜の6時半には1回家に帰んないといけないので、だから6時には出ればいいか。あ、今6時 ?6 時間あるか、結構時間あるな。どうしよう、え、どうしよう、マジで予定がない。マッサージをとりあえずしようしか考えてなかった。どうしよう、時間が結構ありそうなので、エンポリでも散策しますか。ここのエンポリはですね、高級デパート店です。いわゆる伊勢丹とか高島屋とか、なんかそういった感覚かな。うん、こっち今ハイブランドのお店がいっぱいあります。ダイベちゃんとか、あ、バーバリーカミングスーンって書いてありますね。でも本当にね、数万年前はね、
ここが遊び場だったんですよ、エンポリが。そう、でも今だいぶ変わってしまった。私の知ってるエンポリではないんだよな。最近のね、駐在の子たちはどこで遊ぶんですかね。やっぱサイアムとかなのかな。うん、私もでも中学ぐらいの時はサイアム行ってたからな。そうなるのかしら。タイのショッピングモールのなんか特徴が、日本一番上か一番下にレストランとかあのお店がある。フードコートも上か下かのどっちかにあることが多いです。で、なんか私の知ってる、そうだ、エンポリじゃない。やば、え、私の遊んでたところが全部機械系になっちゃった。あ、グルメイートだって。モスとかがありますね。なんか唯一変わんないのが、ここの一番上がデパートだったっていうのと、あと一番上、この上が映画館なんですよ。それは変わってない気がする。うん、この作り、いやマジでここめ、なんか日がそう入る。そうそうそう、変わんない、これは変わんないですね。うん、ここの映画館はマジで変わんない。私よくマーベルの映画の時もよくタイの映画館とコラボしてるので、グッズをね、お父さんに買ってもらったりしてるんですけど、タイの映画館のこういうグッズってなんかすごくて、あのさっきみたいにポップコーンとか買ったらなんかジュースとかがなんか2本3本ぐらいついてくるんですよ。でこの前そう、グッズ大きいやつ2つ買ったらジュース4本もらって、いらないって言ったのに絶対落とさないといけないからってなんかすごい真面目なことを言われて、頑張って飲んだっていう思い出です。なんか知ってるのじゃない。で、あとそうだ、ショッピングモール、こういう高級デパート街の時は基本的には値段は高めです。高めになってます。まあ、衛生面は多分すごくいいと思うんですけど、そう、値段だけがね、全然可愛くないから、はい、もしなんか節約したいなって考えてる方はあんまり来ない方がいいです。来てもいいと思うけど、あ、でも日本に比べたら全然安いですよ。え、どこにあるんだろう、あれ。お、スシローがある。なくなった。え、なくなっちゃった。待ってるね、ないんだけど。このクッキーはマジで美味しいので買いたいと思います。え、どれにしよう。マンダリンナッツキュレントクッキーズ。カシューナッツクッキー、え、どれがうまい。ピスタチオ、マカダミアナッツとキュレントクッキーズ。あ、両方入ってる。こっち、これにしてみよう。これいいじゃん、お得ボックスみたいなの。これを買ってみたいと思います。ブンカー、買えました。すごい、どうしよう、一気にめっちゃ荷物が増えちゃった。そう、あとおすすめなのが、すっごいいい匂いするんだけど、ま、チャンドル、チャンドルだって。めっちゃいい匂い、やばい、いい香りゾーンですね、ここ。めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂いなんだけど。え、ここだけすごいいい匂いです。すごい、お店がわからない。けどあれ、マジでいい匂いだ。なんて名前なんでしょうか。なんかいろんな匂いが混ざり合ってるのにすごいいい香りってすごくないですか。あ、これだ、マチャンタイのやつかな。タイって書いてある。めっちゃいい匂い。なんかタイっぽいです、マチャンドル。やばい、全然英語すぎて読めないんですけど。え、めっちゃいい香り。これ持って帰るの大変だよね。え、超いい匂いです。皆さん、マンダリンショップのすぐ隣なので寄ってみてください。香りに癒されました。この辺なんか多いな、タイのやつが。全然分かってないんですけど、とりあえず歩いてみます。
あ、ボディースローションとかが売ってますね。そう、パンピリは結構有名ですね。あ、これいい。シャンモンのショーがめっちゃいい香りです。レモングラス、あーもうこれワンって。私レモングラスすごい好き。これか、これか、これいい。これこれ好きかも。バラだって、バラローズコレクション、ジャスミンコレクションだって。ちゃんぼんぼん、はい、コレクションがすごくいい香りです。静かですごく気まずい。それじゃあ奈良屋でも無事に買うことができたので、次マッサージ行きたいと思います。やばい、皆さん聞いてください。鬼秘宝です。あっち行きたいんですけど、やばい、水がどうしよう。めっちゃ来る、やめて。あ、やばい、逃げないとじゃん。やばい。Oh my god. 予想外です。